今JR の筑佐の駅を出ました。で今からとりあえず名古屋の栄っていうところに歩いて行きます。でここは筑佐の駅の前のバスターミナルですね。バスが発着するところです。でそれからここの筑佐の駅の隣が河合塾というその予備校ですかね。ここから反対側に歩道橋がありますけど、この歩道橋は多分河合の塾が作った歩道橋だと思います。ちょっと感じが洒落た感じの歩道橋になって、まあなんていうかな、学生が集まって金回りがいいんでしょうね。だから結構大きな予備校で何千人、 何万人はいないと思いますけど、何千人か学生が来て、まあ少しでもレベルの高い大学を目指しているということだと思いますけど、分かりませんけど、まあ勉強してそりゃいい大学に入っていい会社に入る、一部東京一部ジョバ企業に入るということで、収入、大きな収入を得て、なんていうかな、幸せな人生を歩みたいと、だから今勉強してるんだということだと思いますけど、まあね、20年も経ちますと世の中変わりますからね。まあとにかく今こういう業界が儲かるというふうな業界でも20年も経ちますと様変わりします、ね。まあ、例えば石炭の会社っていうのは明治の頃はすごく儲かったということで、東大卒業したような人が石炭の会社に行ったんだろうと思いますけど、まあ今じゃ見る影もない。それからその後石油の時代になって、石油企業に東大出た法学部か、東大法学部出たような人がたくさん行ったと思うんだけど、まあ今どうなっておりますかね。まあその後マスコミですね、新聞社とかあるいはテレビ局、そういうところに偏差値の高い大学を出た人がたくさん行ったと思うんだけど、まあマスコミどうですかね今。それから銀行ですね、銀行、まあ自分らが高校の頃は成績のいい上の方の人は銀行に就職してましたけどね。まあこれから銀行は今、まあ、冬の時代と言いまして、いろんな大きなメガバンクでも何千人何万人リストラするんだとかね、まあ、日銀 のマイナス金利がということで銀行の収益が非常に悪いんだと、まあ、銀行っていうのはすごく政治力があるんだから、その政治力を使って儲かるようにすればいいんじゃないかと思うんだけど、まあ、これは低金利っていうのは世界的な動きなの、まあ、言ってみたら資本主義というものがガタガタ危ないそういう時代ことになってるんで、いくら銀行が政治力を持って国会議員に金献金渡して言うことを聞かせているということでもどうにもならん状態ですね。
ですから、まあ、なんていうかな、まあ、200年ぐらい昔、マルクスっていう人が資本論っていう、まあ、論文を発表しまして、まあ、資本主義というのはどんどん進むと一方に富が集中して、一方に貧困が集中するんだと、少数の資本家にお金富が集中して、貧困の労働者に多数の労働者に貧困が集中するみたいなことを、言ってたらしいけど、まあそれが現実のものになったということで、結局その、お金っていうのは天下の回り物って言われてるんですけど、回らなくなってしまったということですね。お金がぐる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 回ってる時にだん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 一箇所にたまって、もうついにどうにもならん状態になってきたと。そういう状態だから、銀行がどうのこうのできる問題じゃなくて、これはもう世の中の仕組みが行き詰まってしまったということなんでしょうけどね。まあ、それから日本とかアメリカとか、あるいはEU ですよね。ああいうところ その通貨のシステムですよね。お金が結局ね債務通貨制度ということになってるんですよ。で、債務通貨ってどういうことかいうと、もともとはね、お金っていうのは世の中になかったわけね。ところがある人間がこういう便利なものがあると、通貨っていうね、こういうものがあるから、貸してやるから、これ使って買ったり売ったりしたらすごく楽だよということで、お金、今でいうところのお金を貸し出したんですね。でその代わり1年経ったら 5% を増やして、増やしてというか金利つけて返してくれと、こういうことにして、そのお金というものを貸したんですね。ですから借りた人は5% を上乗せして1年後に返さないかんと。だけどお金は返さなくても、その金利だけくれればいいんだっていうことなんですね。でそれが今 の日本とかアメリカとか、あるいは EU とか、そういうまあところの通貨システムになってるんです。債務通貨だから、お金には全て金利がついていて、誰かが金利払ってるっていうことなんですよね。だから自分の今財布に例えば1000円入ってるとしますと、その1000円は誰かが 5% 毎年金利払ってるということなんですね。で企業が景気が良くてお金を銀行から借りて工場を作ったり、そういうその景気のいい時はお金が世の中に出回るわけなんですけど、今は景気が悪いから企業がお金借りないわけね。そうすると世の中に出回るお金がどんどん少なくなってしまって、結局その借金を返しますと世の中のお金がなくなるんですね。ですからそれじゃあ非常に困るんで、企業の代わりに、まあ言ってみたら国家が金を借り、代わりに借り取るんですね。だからそれが日本では1100兆円になってしまったと、どうするんだというようなことになってるんですけど、あれ？これいいの？